どうもこんばんは、 NM です。飲み会帰りの FGO、本日はクラス別ピックアップ召喚日替わりということでライダーですね、引いていきたいと思います。もちろん狙いはオージマンディアス。僕はサーバントの中で、マーリンが一番好きなんですけども、その次に好きなのが、オージマンディアスなので、ぜひここで引き当てたい。なんか前来た時はね、引き当てることができなかったんで、まあ本当2週間かそれぐらい前だよね来たの。いや、引いていきたいと思います。ですね、まあ、さっき10連分1回あったんで引いたんですけど、ドレイクが出ましたね。まあ、流れが来てるんじゃないかと、まあ、二次回転のライダーが来たら、まあぜひともオジマンディアスで会ってほしいという願いを込めてですね、まあ、他にもいるんですけどね、オジマン以外のやつが。まあここで引いておきたいという所存であります。オジマンだけのピックアップは来てほしいんですけどね、本当は。まあそれはね、なかなか、待っていても来ないでしょう。というわけで、まず1回目10連で、行かせていただきたいと思います。ロードなんて信じねえから。まず霊装だよ。まあね、カレスコでもいいんだけど、カレスコも3枚持ってるからね、とつりたいっていう気持ちあるんだけど、結局なんかとつってもなんかその余分にもう2枚とかないとあれだよね。バチバチ来てもいいよ。まあ今せっかく3ターンで種火とか回れてるんでね、その状況を維持しつつカレスコ1個とつりてえみたいな、そんな気持ちがありますね。欲張りだな。いやマジ吐きそうなんだよもうね、いや飲み会をするたびにさ、もう二度とお酒は飲みませんと自分に誓いつつもさ、なんか誘われたら行っちゃうよね。社会人になってからすごい飲み会の数が増えたんですけど、まあ8割方吐いてるんですね。今日は我慢してる。ああ、めっちゃお湯飲んだ。お湯を飲んでね、こう循環させたわ、体を。巡る血をよ、循環させた。ちょ、マジこれやばい。頼む。別に演出とかなくてもさ、来るだろう。バチバチバチ。ああ出たよ。これはね、まだお金回転じゃないっすか。金はね、まあ、正直厳しいね。オジマンだったら嬉しいけど、まあですよね、まあですよね。まあ、マルタ持ってなかったし、いいんじゃないっすか。最初の10連で星4が引けたっていうのは幸先いいですね。まあ、この調子で行ってくれよな、援護射撃。僕は、ね、正義の味方になりたかったんだ。は？おい、ガシャの演出ってさ、結構充電食うのかな。まあ、こんだけガシャンガシャンやってたら食うのかな。まあ最初の充電はこんなもんでしょう。いいんじゃないですか。じゃあ次の充電張り切っていってみましょう。ちょ、これマルタの演出入るな。飛ばしまーす。充電がないんでね。さあ次行ってみよう。おっと、ロードが入らなかった。これはまずいんじゃないだろうか。ロード強やめましたとかさっき言ったような気がするけど、言ってなかったっけ。二次演出来てもいいんだよ。俺の1万円をさ、どうにかよ、こううまいこと俺に返してくれや。俺さ、もうなんか一回星5のさ、サーバント引くとさその間にさ、何万円分だろうな。今1万円で180個ぐらいくれるのかな。180もくれ、160個ぐらいか石くれるのかな。それをさ、何万円分爆死 しなきゃいけないんだろうな。もう今現時点で、あ、でもそうか、さっきドレイク引いちゃったのか。まあ、600個ぐらいは爆死っていうか引いてなかったんですけど、600個分ぐらい。まあそれは普通でしょう、そんなもんでしょう。でもさ、引くときはさ、こう2枚連続とかで出るんだよ。最初のこの2枚連続始まったのがマーリンで、その次に、なんだっけな、その次に2枚引いたの起きたかな。なんかサーバントを2枚連続で引くことに定評があるんですよね、僕は。引くときはね、バチバチバチ来い。これってさ、なんか何も演出がなくてバチバチもないこの状態から出ることってあったっけ。俺その状態で出たことないんでね、
あるって言われても信じがたいんですが、メドゥーサ地獄だな。まあ、星5レースト1枚出たしいいとしましょう。あ、まだあんのか。これあれだね、オジマンが先に出るか俺の充電がブチ切れるか。あれだっけ、 iPhone って 20% 以下になるとさ、省電力モードとかそういう風になるんでしたっけ。はい、次行きましょう。この流れ悪かったら、おっと、これ流れ悪いね。これ流れ悪いですね。バチバチバチ来い、バチ来い、バチ来い、バチ来い。メドゥーサ、これボックスがさ、メドゥーサでさ溢れかえるんじゃないの。スキップ強とかやってみたいんだけど、ちょやっていいっすか。長いよね、やっぱガシャの演出。まあ、その分楽しみも長いんだけどさ、まあ、どっかのゲームはさ10連がなんか最初の演出で10枚とも全部見えちゃうみたいな、まあ、そういうソシャゲもあると思うんですけどね。まあ、1枚1枚見たいよね、10連引いたからといってね。楽しみは10回巡ってきてほしいね。マジよ、10連引く意味なんてよ、星4 1枚確定だけで引いてんだからさ。 FGO はやっぱ単発強がいいっていう人いるんですけどね、俺単発で引いたことないんで、メドゥーサここぞとばかりに出てくるな。星3ライダーってそんな数いないんだっけ。いるよね。いやー厳しいな、溶けてく。本当はね、最初の10連とかで出るのが一番いいんだけどさ、俺もいつか予備筆来たとか言ってみたいんだけど、いつなったら俺は予備筆星5サーバント引けるんだろうか。そろそろね、ツイッターを見るのが辛くなってきた。あ、ちなみにですね、僕が実況してるソシャゲの何ですか、あ、最高レアリティ当たったからといって僕にその画像をですねリプで送ったりはしてこないでくださいね。ブーティカ出たおっぱい。いやーこれ一回フレガシャ挟むか、これ一回フレガシャ挟みましょうね。一回フレガシャ挟むからのアプリを落とすをやってみよう。というわけでですね、一回フレガシャを挟みたいと思います。まあ一回フレガシャ挟んでちょっとアプリ落としますね。はい、ということで一回アプリ落としてきました。はい、じゃあ続きいきましょう。まあこれ入れて20連なんですけどね、まあ、それで出なかったらまあはいお察しという。おーっと、さすがに10連減るのが早い。スキップ強に目覚めていいだろうか。星さん、うん、これメドゥーサ、多分メドゥーサ、違う、ブーティカだ。まあ、回る前にね、一回この下のクルクルがクッて止まるよね。まあ、その時の時間がさ、なんか錯覚なんだろうけど、視点移動の錯覚なんだろうけど、なんだ今ストップが若干長かったぞみたいな、そういう錯覚に陥ることありますよね。ええ、あると思うんですよ。ほら今とかね、今とか若干長くなかったですか、ストップの時間。バチバチ来てくれてもいいんだよ。あ、 FGO をやっててバチバチの演出は2回見ましたね。それで星5が来たことはないんですけど、長いんじゃない今のストップ。まあ、レースなんだけどね。あれ、あ、星4出たっけ、1枚でも星4レース出たっけ。まだ4枠残ってるよね、まだ4枠残ってるよ。4枠はいらねえからよ。はい、4枠終わったよ。4枠終わりましたよ。おい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 、レースを出すぎじゃないか、レースを出すぎじゃないねえ、ちょっとレースを出すぎじゃない。丸腰シンジ君、これ俺レースじゃないわ、俺充電持つかな、これスキップ。まあこんなもんですよ。さあ最後の10連いってみましょうか。頼む、あ、少な、ちょっと待って、これはメンタルやられますよ。え、ロードナン、今ちょっと4若干走ったね。もうロード級やめようかな、これ無駄な期待をさしてさ、
こうやって結局爆死したらさ、その分自分に、おーい、お前ホーグ5だな。そういや、こいつホーグ5になりましたね。まだあのアガルタをやってない人はあれなんですけど、ライドブーティカ、この動画内だけでブーティカ星じゃないわ、ホーグ5になったんじゃないだろうか。あ、金サバだ。何が出るか。マジスクショ。おいスクショ遅れたよ。うわ、でもやったーやったやったー、おじまん引けたー。ちょ待って、やばい動機が。あ、やべ、ゲロ吐きそう。ちょっと待って、やべ、ゲロ吐きそうだこれ。いや、ダメだな。おお、いや、ちょっと上がってきたな。最近思うんですけどね、僕はそんなタバコをめちゃくちゃ吸う人じゃないんですけど、いつも飲み会の時に友達の持ってるタバコをたかるんですよね。持ってる人たちのタバコをたかれば、まあ、1人1本ずつたかればね、まあ、そこまで嫌な顔はされないんじゃないかというゴミクズみたいな考え方なんですけど、まあ、それね、最近飲み会と思ったんですけどね、やっぱ社会人になるとタバコ吸う人って増えるんですよ、めちゃくちゃ。でそれで、まあ、僕もなんかだんだん吸うようになってきたんですけど、もうやめようかなと。俺お酒とたさ、あのタバコをさ一緒に吸った時必ず吐いてるんだよね。なんか酔いが回るの早くなるって気持ち悪くない？頭痛くなんない？またお前か。まあでもよかった、オジマン引けた。石を残しつつオジマン引けたわ。24個ぐらい残ってるのかな今。いやマジかよ、マジ嬉しいんやが。これね、俺次マーリン来た時ホーグ5にする予定なんですけど、ここでオジマン引けといてよかったですね。我が名はオジマンディアス、王の中の王。かっこいい。全能の神よ、我が業を見よ、そして絶望をせよ。え、かっこよくないですかオジマン。ね、俺オジマンマジでさ、サーバントの中でさ、まあ、ギルもかっこいいんだけどさ、なんかあれだよね、オジマンはまた違ったかっこよさがあるよね。あのニトクリスとの絡みめっちゃスコなんだけど。はい、というわけで今回は、ライダーピックアップ無事オジマンディアスを引くことができました。というわけで、吐きそうになりながらも、対象を引けてよかったです。ではお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。